赤星です。さあ今回は一人でちょっとやっていきますけども、先日ですね、赤崎さんとアムアムワールドのおばさんがこちら俺の生きる道白山店に、行ったんですけども、その際、こちらのですね俺道ラーメン俺道焼きそばというテイクアウトの商品をこれ手に入れてたんですね。というわけで今回はこの2つをお家で作ったのでその様子をちょっと見ていただきたいということで準備をしないといきますね。中はこんな感じで、焼きそばとラーメンで全然違うということで、まずは作り方から見てください。こちら、はいはい、よいしょ、これまず焼きそば用の麺なんで、ここから茹でていくと、いや焼いていくと、焼いていく、よいしょ、よいしょ、喋っていいんだよ。あ、はい、大丈夫だと思う、それは。確かに。やばい。絡ませるぐらいだと思うんで。よいしょ。あ、豚の肌ね。おー、熱い。おー、いいね。取ってるね。はい。ギリギリだね。はいはい。乗ってますよ。豚入れて。背脂、お願いします。うわ、うまそう、マジか。うわ、やばいな。おいしょ、いや、うわ、超いい匂い、うわ、着弾。というわけでこちらが俺道ラーメン、800円、野菜抜き、ニンニク、油、豚入ってる、ニンニクはセルフで、麺はラーメンだと茹で前 290g ですね。今回野菜は全く入れておりません。さあ、そして俺道焼きそば、こちらも野菜抜きのニンニク、油、豚が入ってます。焼きそばはなぜか 10g 多い、300g ですね。ニンニクは後ほど入れていきます。さあ、そしてラーメンはもちろん店内で食べられるんですが、焼きそばはこれテイクアウト限定の商品なので、お持ち帰りを買わないと食べることができません。さあ、そして裏にですね非常に丁寧な作り方書いてあるんで、初めての方でも安心して調理ができますね。ということで、2つ3人で食べていきます。こちらをご覧ください。いただきます。いただきます。はい、はい、うん、よいしょ。だから、ちょちょダメダメダメ、そんなん食べたらお前ね、そういう動画になってる。期待ダメだよ、メンマね。こっちに お豚ちゃんもね。あ、お豚ちゃんもね、いただきましょうか。じゃあもう食っちゃいます。はい、いただきます。うん、どうですか。あ、うまうま、うわ、うま、うん、あ、うまい、これうまいな、うん、濃厚だね、うん、じゃあ、うん、あ、なんか小麦の甘みも感じますけど。いや、そうですね、麺がね食べ応えがあるしね、うんうん、長いからね、すすりたくなるじゃん。あ、そうね、うん、じゃあ豚も一口です。私が見せときます。ね、これ3人分にカットしてるっていう。あ、やばいね、
この間僕俺の生きる道店舗の方に行きましたけど、うん、はいはい、テイクアウトでもだいぶお店の味が再現されてるなって思うやっぱね。素晴らしくうまい。こちらも出ましょうね。焼きそばだもんね、うん、あ、おっとおっとっと、レディー、ないよレディー、レディーじゃないんだよ、レディー、 AM、 違う違う、 AM、 AM、 AM はちょっと分かんないもん。岡崎正樹、あ、ありがとう、名前で呼んでくれて。名前ではよね、イニシャル呼んでね。はい、では焼きそばもいただきます。このようなね、色合いになっておりますよ。うん、どうかな、どうよ、でも焼きそばだね。焼きそばだ焼きそばだ、うん、あ、うん、うん、うまっ。背脂の甘みも相まって、うん、大量の背脂入ってるとはあまり思わせない。重たい感じではないよね。そう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 、うん、メンマちょっとね、大事なとこだからね、甘みで感じれますね、でも、うん、背脂を。いやでもこれラーメンと焼きそば同時に食うの初めてかもしれない。あ、やべ、ニンニクの存在忘れてるわ。あ、ちょっとこう結構入れたな、あ、うまっ。めっちゃうまいな、うん、これ豚は一緒に炒めてある、うん、直では火通ってないっていうか、あ、そっか、一緒に炒めてあえたぐらいの、うん、あ、なるほど、うん、うまい、ちょうどいい焼きそばに、うん、焼きそばっすね、本当にキャベツとかあったら確かに、あ、確かに青のりとかもスープに入ってた豚なんですけど一ブロックあったんですけど、あ、ね、あ、確かに箸でこう切っちゃっていいっすよ。あ、もう昔の帽子さんだったらな、あ、そうね、あ、食べちゃっていいですか。確かにマジで内臓なかったな、うん、ね、もう俺らの知ってる赤星じゃないかもねマジこれ言い忘れてますけど、ジロー復活したんですよ私は。ほうほうほう、その1本目の動画になったんですこれ、うん、ああ、え、そんなもん、え、食べに行ったんですか。いや、行ったんだけど、あの、撮影できなかったんで。ああ、そういうことね、諸事情、はい、ああ、なるほどなるほど、はい、結構大事なことなんだけど、まあ、まあ、まあ、なるほどね。いや、まあ、おめでとうとかはない。いや、めでたいのかわかんない。いや、わかんない。いや、結構そんな祝福はできないですよ別に。だって、おじさんがラーメン食えるみたいな。そっか、勝手に体悪くして勝手にどっか行って帰ってきて誕生日ぐらい祝ってほしかったんだ。いやいやいや、なんかわーかと思って。いや、やりもうやり直します。え、いいって、いいって。あ、え、ちょっと待って、うん、どうしたんですか、これ。はい、あの、二郎系復活1本目の動画ですよ。え、マジ。え、はい、ま、え、ちょっとそれ早く言ってくれ、ちょっとこうしちゃやんねえ。どうした、おい、なんだ。あ、お、出た、あ、お、出たよ。よし、おい、あ、よっしゃよっしゃ。あ、かおじさん、ジロー解禁おめでとう。いや、俺のないんかい。俺のはないんかい。で、これで満足ですか。うん、相性やばすぎ。あ、うまっ。ちょっとやっぱ程よくね、油がねまとってるから、うん、もうそれを全部ビールに流し込む、うんうん、あーね、うん、炭酸と苦味が合うねやっぱね、うん、そうそうね。いやでもリアルにね、これあの、はい、ラーメン食った後に焼きそば食うと、あれ、焼きそばの方がうまいってなるんだけど、焼きそば食った後にラーメン食うと、あれ、さっぱりしてこっちの方がうまいってなる。永久どん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 、もう、あ、もう両方うますぎてね、両方うまいこれとか言っといて、はい、焼きそば超リピートしたいかも。焼きそばマジうまいな。うん、お店でやってもいいんじゃないかってぐらいうまいんだけど、うん、そう ね、まあ、ね、鉄板がないからじゃないかな。確かに、まあ、そういう厨房の関係か、うん、これは一番のとこもらいました。トロじゃんね、あ、トロの三枚豚って言われるところの一番上のね。シュインシュインシュイン、CR 堪能右打ち。ごっつぁんでした。なんか久々にあの食べましたけど、お家で焼きそばがいいっすね。焼きそばよかったね。俺二郎系3ヶ月ぶりの配信だし、うん、はい、俺自体の焼きそば食べたのは多分2年ぶりぐらい。焼きそばを、焼きそば自体、珍しい。店舗でラーメン食べて焼きそば持ち帰りで、ああ、持ち帰りめっちゃいいわ、家で食べるみたいじゃないですかね。めっちゃいいっすね。たまには行くね。たまには。じゃあちょっとこの辺りで、今回俺の生きる道さん、はい、ごちそうさまでございました、はい、ごちそうです。ありがとうございました。
Thank you.